はい、どうもめちゃねです。昨日行われた東京オフ会の様子を今日はお届けしていきたいと思います。行ってみましょう。はい、こいつでね移動していきます。はい、1軒目はですねこちらのねカフェアムールというお店にね皆さんをねお連れさせていただきたいなと思います。はい、ちなみに、ね、こちらのカフェアムールではですねオープンマイクを、ね、週末にやっておりまして、今までね私結構ね、通っておりまして、こちらでね、演奏とか歌をね歌わせていただいてたりしておりました。はい、ということですね、私はねこちらのアムールランチをね、注文させていただきました。もう揚げ物でねめちゃめちゃ美味しそうです。じゃあねいただいていきます。はい、ということでいただいていきます。まずねアムールランチのこちらのねカニクリームコロッケでしょうかね、これいただいていきます。よいしょ、いただきます。あ、うん、うまっ、最高。まあ、とりあえず今日はねここでお昼ご飯をいただいて、この後皆さんでね、羽田空港の方に向かっていきたいと思います。まあ、羽田空港の、まあ、おすすめポイントを何箇所か回ってですね、1月31日開業しましたエアポートガーデンの方もね見ていければなと思います。はい、そしてねチョコレートホイップねオーダーさせていただきました。チョコレートドリンクの上にがっつりねチョコホイップが乗っております。美味しそう。はい、ということでねいただいていきます。うん、めっちゃ濃厚。うん、最高。ということでね、これいただいてですね、これから羽田空港の方に向かっていきたいと思います。はい、ということでね、羽田エアポートガーデンでございまして、12階の方にはですねこちらね泉天空の湯とかがあったりとか、4階がホテルヴィラフォンテーヌがございます。はい、まあ、こんな感じのね商業施設となってます。はい、めちゃめちゃねにぎわっております。はい、カレーはね日本の国民食ということでゴーゴーカレーとかですね、まあ、いろんなねカレー屋さんが入ってる感じですね。はい、円高もね非常に高くて、おしゃれなね商業施設となっております。前に温泉なんかもねございますね。いやー結構ね開放的なスペースで、結構ねいろんなお店もあって一つ一つがねかなりこだわりがあるお店ですね。でね第3ターミナル駅から京急線でねこちらにつながっておりまして、でこちらに、ね、来るとね、このようにヴィラフォンテーヌが、ございます。はい、そしてねこちら12階が天空の湯とありまして、まあ、このようにですねスパもあったりとか、ホテルのねヴィラフォンテーヌプレミアとグランドの方がね、このようにあると。お部屋の感じはね、こういう感じで、こっちの方がですねだいたいね1泊3万円前後ぐらいで、こちらがね6万円7万円ぐらいの、お部屋というふうになっております。はい、まあ、こんな感じでね結構ね今通りなんかもすごい和のねテイストでですね外国人がねすごく好きそうな感じですね。でヴィラフォンテーヌのね、このように宣伝などもかなりね、多めに出ております。そしてスパとかね、はい、いい感じじゃないですか。はい、そしてね1月31日グランドオープンということで、このようにねいろんなところから、まあ、お花がね送られてきております。はい、今ね国際線ターミナルやってきましたね。テンション上がりますね。はい、土曜日ですけどね、まあね結構ね混み合ってますね。はい、でこちらがね国際線のですね羽田日本橋でございます。まあ、こんな感じでね結構おしゃれなんですけど、意外とね今日のお使いもそうですけど初めて来られた方もいるみたいですね。なんで、はい、ピアットスカイロードの方ではこういったね過去のね飛行機の模型などが置いてございます。はい、これね見てるだけでもね結構楽しいんですよね。いろんな種類あってね、こう結構ね、はい、昔のデザインなども結構置いてあったりしますんでね。はい、エアバス380のですね模型なんかもありますけど、今ね展望デッキの方にね、上がってまいりました。はい、国際線ターミナル結構ね人にぎわっててめちゃめちゃ混んでますね。びっくりです。はい、ということでね、こちら外貨を電子マネーにということで、小銭もね、使えるので、私ね、ちょっとやってみたいなというふうに思います。はい、ちょっと台湾ドル使えるのかな？なんか、本人に書いてあるやつしかできなかったらできないかもしれないですね。お、ドルがあるんですね。じゃあ、ちょっとぜひやってみてください。
どれに変えますかと。はい、確定で、コインを投入していただいて、あ、台湾ドルも大丈夫そうですね。以上で、まだ計算中ですね。よろしいですか？で、こちらをカードをタッチしていただいて、チャージという感じですね。チャージできました。はい、じゃあね、ちょっと私の方もやってみたいなと思います。そうですね、何がいいですかね。まあ、やっぱりスイカかな。とりあえず小銭だけやってみようかな。はい、不明なコインがなんか結構数えられてますね。ひょっとすると台湾ドルは一応なんかね、反映されないパターンなのかもしれないですね。はい、やっぱりね、このドル、ユーロ、中国元、韓国ウォンのみがね、小銭も対応していて、台湾ドルはね、お札のみみたいな感じですね。残念。じゃあちょっとお札だけやってみようかな。はい、ということですね、これから金賞の方に戻っていきたいと思います。いや、結構ね、皆さん意外と羽田空港に散策してなくてよかったなと思います。帰ってきます。はい、ということでね、今金賞の方に戻ってきまして、メンバーとね、これから打ち上げ会場の方にね、向かっていきたいなと思います。スカイツリーもね、いい感じに見ていただくことができます。じゃあね、向かっていきます。はい、お店の方にね、到着いたしました。はい、なんかね、こんな感じになってますね。いやー、めちゃめちゃお酒なんかもね、置いてありますね。ありがとうございます。はい、そうですね、はい、お部屋ね、こんな感じでございます。はい、ということですね、今、オフ会が開始しまして、今日はね、ケイペさんにお越しいただきました。こちらです。ありがとうございます。はい、ということで、ね、後でね、1曲歌っていただきたいなと思います、はい、1曲だけで止まるかな。はい、暴れて帰りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、料理ね、こんな感じで注文させていただいてまして、ね、どれもね、めっちゃ美味しい。はい、そしてね、お肉が来ました。めちゃめちゃね、料理美味しいですね。お肉とかもめちゃめちゃうまいです。 YouTube で歌うとこないよね。魔法けど、本当に今日は一日ありがとうございました。本当に本当に丸一日ね、お付き合いいただいて、なんですかね、ちょっと長くなっちゃうんですけど。はい、ということですね、無事に今、オフ会が、終了いたしました。もう大満足ですね。今ね、23時50分という感じですけど、大満足です。ということで、大阪のね、オフ会まで若干名、募集しておりますんで、これをご覧になってですね、まあ、ちょっと土壇場でね、参加ドタさんしたいよっていう方はぜひ、DM とかでね、連絡コメントとかでいただけると嬉しいです。ということで、ね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったからぜひ高評価ボタン、コメント、気軽に残していただけると嬉しいです。まあ、大阪のね、オフ会ぜひ参加していただきたいなと思います。2月の、11日に行います。ドタさん、お待ちしてます。ということでね、はい、また次の動画でお会いできればと思います。ありがとうございます。